わずスケチャンネル、スケちゃんです。おはようございます。よろしくお願いします。よかったですね。グッドボタン、チャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。今日はですね、今日はまたまた静岡に来ております。静岡に来ておりましてですね、473っていうのを走ってます。結構ね、国道なんですよ。結構狭かった山道なんですけどね。またまたで、川根本町まで行ってみたいと思います。ちょっとあんま走りたくなかったんですけど、走ってもうて夜にで、うわ狭いなと思って、やめたんですけど、まあ、あの温泉の方にね、行きたいと思います。ちょっと眩しい、太陽がめちゃくちゃ眩しいじゃないか。うわ、ありがとうございます。ここ反応式ない、国道473行ってみたいと思います。で、あのちょっと行けたらね、最終道の駅の千頭の道の駅大井川鉄道まで行きたいと思います。あー、ちょっと通学時間やな。8時ぐらい、8時ちゃう、まだ7時やと。この先しばらく道なりです。まあ、最初はねちょっとこんな感じなんですけど、まあ、車走ってるから通行止めはないね。画面ぼやけてんだもん。もうさっき片側交互通行やっちゃってんな、工事やってんな。やっぱ前走った時はね、夜中やった。
られてるよ。狭すぎるから。でも
たとこちゃう。向こうの車今動き出したし。ちょっとあれはね、予想外に狭かったっすね。動画に一回走っとるよ。わあ、信号のせいで後ろめっちゃ溜まってもうてるやん。ちげえわ。めっちゃ嫌。
山納豆腐、火めっちゃ大きいし、また迫らってる。国道473、うわ、なんかここ陥没してる、
いて県道63号に戻ってしまいました。62か63かちょっとわからない。ちょっとビビっちゃいました。すぐ行ってもまたあのこの63の延長の388やったかなに出んねんけど、大井川、大井川、大井川を渡っております。出んねんけどなんかちょっとめちゃくちゃ回らなあかんぽいし、まあ、あのさっきを見たらちょっと怪しいね山道は。やめました。だけです。国道473。またちょっと機会あったら行きたいと思います。
来週あれやね、ここで473がここで出るって感じかな。ここで出とかんと、もう仙豆の方に行くんやったらだいぶ離れていく感じや。
後ろの車になんかこれが当たったみたいなのがありました。道路状況が変わりました。新しいルートでご案内します。
です。このまま行った。斜め右方向です。